ありがとうございます。皆さん本当に今日はありがとうございました。最後に若者超会議実行委員会代表の総がご挨拶差し上げます。最後の最後までこんなに人が残ってくださるとは思ってなくてですね、最後僕ちょっとジャケット着てプラスヘッドセットもつけさせてもらってちょっとおしゃれしてるんですけど、あと少々お付き合いください。今日民主主義っていう言葉があまりにも多用されすぎたので皆さんの頭の中でゲシュタルト崩壊してるんじゃないかなと思ってるんですね。皆さん民主主義って何ですか。ちょっともまた参加型にしたいと思います。民主主義自分なりにちょっと答え出たかなって思う人青を出してください。まだよくわからないなって思う人赤を出してほしいんですね。今日一日こんな堅苦しいワードをテーマに何ですか5時間以上皆さんの頭はぐる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 巡っていったと思うんですが、民主主義への答えなんとなく出たよ、僕なりの答えちょっとずつ見えてきたよっていう方青を出してください。どうぞ。出てないという方赤を出してください。ありがとうございます。多分6-4、いやひょっとすると同じくらいで青と赤がありますね。ありがとうございます。皆さんにとって民主主義、政治、選挙って何ですか。最後に少しだけ僕の思いを伝えさせてください。僕にとってですね、民主主義っていうのは未来の在り方をみんなで意思決定していくこと、決めることなんですね。で、選挙権っていうのは未来を作る権利があるっていうことです。これちょっと抽象的すぎて、うん、そりゃそうだろうと思われる方たくさんいるかもしれません。だけど僕にはすごくずっしりくるんですね、その権利とかシステムというものが。ちょっと僕にしかできない話をさせてください。ある数字を出します。0と1、僕が0で皆さんが1だと思うものは何だと思いますか。僕が0で皆さんは1です。それは選挙権です。僕は別に外国人参政権の話したいことではないんですよ。僕の今の僕にとって一番大事なことは1を持ってるのに1を0にしようとする人たちがいることです。僕は0の人に1あげるとかそんな話したわけじゃなくて、皆さん1あるのになんでそれを0にしようとするんですか。そしてちょっともう一つ考えてほしい。人間は平等だから1人1票があるって思ってませんか。そうじゃないですよ、逆です。皆さん日本国憲法で1人1票あるって言われてるからギリギリこの国皆さん平等なんですよ。これは僕あるタイ人の女性から教わりました。1人1票があるからギリギリこの日本という国は平等を保ってるんですと。さっきパネルディスカッションの中で民主的な国とそうじゃない国もあって1人1票じゃない国もたくさんあるんですね。皆さんは平等だから1票持ってると思ってたかもしれませんね。それは あまりにも当たり前すぎて。だけどそうじゃなかったですよね。戦前考えてみれば普通選挙権なんて実は納税額で決められてたりとか男性に限られてたりとか、ちょっとそのことを考えてほしいです。僕もですね、実はいろんなちょっと南米だけ行ったことないんですけど他の国大陸をずっと歩いてでニュージーランドとカナダに留学しました。ちょっと北欧の話されたので別の話しましょう。ニュージーランドの話しましょう。僕がこういう活動をしてる、日本の若者に投票行ってくれとか選挙に関心を持ってくれとか言ってるのを聞いて、大親友のベン君がですね、おいトンフィ、オークランドで今度市長選があると、ニュージーランドの、そこで俺たちは若者の投票率上げたいんだと、この本当にダメなニュージーランドという国、オークランドという市は若者が本当に選挙に関心を払わなくて、お前がやってる活動からヒントを欲しいと、お前はどうやって日本の若者に働きかけているんだと。僕は全然そんな大きいことしてるって思ってなくて、全然で、まず現状知りたかったのでニュージーランドの若者の投票率を教えてくださいと言ったら 63% だって言われたんですね。僕はビビりました。なんと日本の倍以上の人が言っている。そしてそれをものすごく憂いてるんです、大学生たちが。なんで3分の1の人が選挙に行かないって選択ができるのか、わけがわからないと。ニュージーランド市民はなんで3分の2しか政治に興味持たないんだ、他の3分の1どうしたんだって言ってるんですね。もうちょっと違う話をすると、モロッコに行きました。モロッコでは王政が続いています。でもたくさんの人たちが政治の話をしてくれてます。なんかね、あそこはイスラム国家なんですけど、本当にこの人社会のこと考えてるかなっていうような、ちょっとなんかウキウキワクワクしてるような人がいるんですね、若者で。こうなんか、なんていうんですか、ヤンキーみたいなその人が夜寝るときにお茶を飲みながらモロッコのことどう思うって言ったら、いや俺はモロッコのこう思うよ、この国がこの国はこんなに素晴らしいのはこういうことなんだよとか、すごいワクワクして語ってくれるんですよ、自分の国のこと。なんか舐めてて、平均寿命50歳だからとか政治とかあんまりうまくいってないんだろうとか思ってたんですけど、舐めててこんなにも若者が自分たちの町とか国のこと語れるんだってすごい衝撃受けたんですね。
で、僕は日本はそれができないとは思ってないんですよ。絶対できると思っていて、だって皆さん絶対僕なんかよりもっと考えてらっしゃるし、もっといろんなことできるんですけど、ただちょっと一歩踏み出してないだけだなと思ってるんですね。もちろん投票ってる方もたくさんいらっしゃると思います。今未来を作るアクター、今日は6人の人に来てもらいました。そして特に分野としては5つぐらい来ましたよね。もっともっと分野あります。未来を作るっていう、もう本当にたくさんいろいろあると思うんですよ。ただしとっても多くの人がこのアクターを忘れてしまうんですよね。すごく意識の高い学生たちたくさんいて、僕あんまり意識高いとか苦手なんですけど、その言葉としては苦手なんですけど、たくさんの分野で未来を作ろうと頑張ってくれたり、就活すごい頑張っていい企業行ってくれたりとかするんですけど、なんでか知らないけど未来を作るとき政治ってアクターみんな忘れちゃうんですよ。確かに未来を作るアクターとしてステークホルダーとして政治ってただの一分野ですよ。だけどそのアクターをこの国は軽視しすぎてるような気がするんですね。もうちょっと考えてほしいなと。でちょっと今までと違う視点のお話をしたいと思います。投票率が上がるっていうことはどういうことだと思いますか？これは僕なりの意見があって、投票で政治が変わるかもしれないっていう、その可能性がどんどん上がっていく頃だと思ってるんですね。ちょっと難しいかなと思います。かなり飛躍してると思うので、図を使って説明します。今日本にはこれぐらいの人がいますとしましょう。黄色と黒の人、違いは黒の人は別に選挙がいつ来ようと決める、投票する先決めてる人です。固定票とか言われる人です。もう黄色の方の人は選挙があるたびにその時にその時々で入れるとこ変えるっていう浮動票と言われる人たちです。1対1がいるかどうかすごく緻密な計算だと思うので、1対1かどうかはちょっと分かりませんけど、これぐらいの人がいるとしましょう。今特に若者はあんまり政治的主張を持ってない、あるいは持ってたとしてもその時々で変えれることができる柔軟な思想を持っている人が多いと思います。若者の投票率が上がっていくことって、こうやって黄色の人がポン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 増えていくことだと思ってるんですね。どういうことか分かりますか？選挙がいつ来ようがどこに入れるか決めている人と数と比べて、選挙のたびに、あるいは何かがあるたびに自分たちで思考し、この社会のあり方を議論して、そして意思表示ができる、そのタイミングタイミングで一番必要な政治の形を決めることができる、そういう人たちが増えていく頃だと思ってるんです。だから僕投票率上げるって別に若者向けの政治がしたいとかそういうことじゃないんですよ。なんか高齢者向けの政治が嫌だとか言ってるわけじゃないんですよ。そのタイミングタイミングで皆さんでこの国あるいはこの街にとって一番必要な社会のあり方を決めていきましょうよと、その可能性を高めていきましょう。だから1票じゃ今日本変わりませんよね。だけど、まあ、それは真実です。皆さんが1人で日本を動かせるわけじゃないってことと一緒です。なんでか知らないけど投票になると皆さん1票で日本を動かしたいからなんですけど、そんなことには動かないので。だけど民主主義は数の力でみんなで集まってやっていけばどん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 政治動いていくかもしれません。最後に僕から提案があります。これは僕のマニフェストです。4月の12日と26日は統一地方選挙がありますということをお伝えしているんですが、そこでぜひ投票に行きましょう。これに賛成の方は青を出してください。反対の方は赤を出してください。僕めちゃくちゃ失礼な質問をしますではどうぞお挙げください。僕は今本当に涙が出そうになっています。ひょっとするとこの会が始まる前、赤の人結構いたんじゃないかなって思います。もうほとんど青です。僕のマニフェスト通ったので皆さんお願いしますねはい、ありがとうございました。で、僕はもう二度と皆さんに対して投票に行ってくださいとか言いません。投票に行こうっていうのは本当に僕は失礼な言葉だと思っています。あるいは鬱陶しいです。本当に読んでて鬱陶しいなと思うんですよ。投票行こうなんていう言葉は本当に逆効果だなとも思います。なのであまり僕は言いません。皆さんには特にもう言いません。もう皆さんが次は変えていってくれると思うので、次は皆さんの周りからだと思います。今日は本当に半日間ありがとうございました。僕は皆さんとこの空間を共有できたことが本当に嬉しいです。社会の前進のために戦えることを誇りに思います。ありがとうございました。